こんにちは、モスマンです。アトランタのホテルからお送りいたします。今回はナムラ・クレアの回でございます。ナムラ・クレアがね、もう前走の北九州記念3着、あの競馬がもね、僕大好きで、あの競馬からちょっと好きなんですよ、負けたのに。で、何が良かったかってお話と、ナムラ・クレアをね、馬券の対象外としてね、最初からもう眼中に入れてないっていう方多分ほぼいないと思うんですよね。それぐらいやっぱりあの優勝候補というか馬券候補の馬だと思う。なので僕はこの馬条件次第で1着あると思ってて、3歳だけどね、去年のピクシーナイトに続いて今年も条件次第で優勝まであるんじゃないかなと、名系エール撃破まであるんじゃないかなって思い始めた。その条件値は何だっていう、まあそれをちょっとお話しするっていう回でございます。はい、それをですね、まあアトランタで、まあ、飲みながらやるとはい、今回はね、イエンリンラガーっていうね、これ非常にしっかりしたビール、アメリカで作られているビールの中ではね、相当にコシが強いというか、芯が強いというか、重いですね。味はほとんどキリンラガーということで、今回ナムラ・クレアについて、彼女が一着になるためにはこれがいるよっていうね、それについて、短くお話ししたいと思います。まずじゃあ乾杯です。あー、うまい。まずはそのナムラ・クレアね、ここがいいよクレアさんっていうね、3つナムラ・クレアのいいとこね、3つ見つけちゃったんで、勝手にそれをまあちょっとおさらいしながら進めていこうと思うんですけど、まず1つね、ナムラ・クレアのいいとこ、それは接戦が多いってことですかね。接戦で勝っているレース、そして負けても接戦なんですよね。過去3勝してます。フェニックス賞と小倉2歳エースとで、前々走の函館スプリントステークスですけれども、この辺も、まあ、フェニックス賞はもうテイムエスパーダを2番手からすり潰す競馬ですよね。で、小倉2歳なんかも割と接戦、で函館スプリントステークスはちょっと楽勝だったかな。正直50キロはもうほぼ裸でしたしね。まあ勝った、まあ2歳で勝ったレースってね、割と接戦だったりする。そして、1600m ね、今でこそね、もうスプリント適性が証明されて今となっては、まあうっすら1600はもしかしたら長かったかもしれない。この条件でも結局2着3着ですけど接戦多いんですよね。特にファンタジーステークスね、ウォーターナビレラとマッチアップして、まあ、若干遅れてしまうと、負けてるんだけどしっかりファイトして接戦なんですよね。でフィリーズレビューもサブライムアンセムに今度は外からかぶせる形で刺していったけども、真ん中から抜けてきたね、アンセムに刺されてしまうっていうね、こっちも接戦で、まあ、落としてるわけです。桜花賞は1枠1番から我慢の競馬で前々で進めるんですけど、やっぱスターズオンアースというね、ちょっと天才みたいな馬にやっぱりぶっ込まれて、まあ、3着と。ただやっぱりそんなに負けてないっていうね、つまりどんな距離でどんなメンバーとやっても接戦に持ち込むっていう、つまりこれはいわゆるそのシルバーコレクターの匂いがちょっとするわけですね。非常に信頼できる馬、はい、ということです。体重460あるからそんなに小柄な馬でもないですしね、馬角で負けてるとかいうわけじゃないと思うんですよ。ただやっぱりちょっと取りこぼしてるっていうのは、なんか足りない、なんかワンパン足んないっていうような考え方もできるんですけども、そのワンパンの足りなさっていうのがいわゆるちょっと距離が長かったのかなとか思うと、じゃあ1002っていう距離になっていいんじゃないかって、そういう考え方もできるわけですよね。なんでまず一つは、何であれ接戦に持ち込めるこのファイティングスピリット、ここが彼女のやっぱ一番いいとこ、僕がすごく好きなとこですね。で2つ目、これはね、器用なところですわね。よくよく見たんですけど、前走の北九州記念で、18頭立て16番引いて、ちょっと浜中騎手がね、行くとこなくなってしまってっていうシーンがありましたけども、それ以外の競馬って押しなべて内枠ですね。
1回9番とかあったかもしれないけど、1枠1番が2回、桜花賞とジメナレフィリーズか、その他もね、2枠2番とかね、確かとにかく内枠発想が多くて、枠に恵まれてきたところはあるわけです。と同時に、うちでちょっと包まれて苦しくなるようなシーンもあったりしたわけなんですけども、この馬は、多頭数になってもインコースでじっと我慢して、狭いところを抜けてくるような器用さがあります。でこれは浜中騎手も今インタビュー動画見ましたけど、やっぱりそういう器用なところあるっていうことをねコメントしてますし、乗ってる方としてもそれを感じるみたいで、それをね如実にやっぱり表してるのが前走ですね。行くとこなくてさ、 3,4 コーナーで前壁なって、さすがにこれで外ぶん回したら小倉だしロス多すぎるし、どうしようかなどうしようかなって言ってるうちに四角回っちゃって、結局前が開かないっていうね、一番人気の馬でこれやっちゃあかんだろうっていう浜中騎手ちょっと苦しい競馬になりましたが、馬の方は最後の最後まで諦めずにしっかりファイトして、すっごい狭いところを真ん中縫って3着突っ込んできましたよね。でこの競馬だけがその接戦は接戦ですけど足余してんですよね。そこもこの北九州記念でおっと思ったとこ、過去全部のレース、そのウォーターナビレラとかサブライムアンセムなんかに競り負けてるレースはお釣りもないんですよ。ただ根性でずるずると落ちていってないだけでお釣りはないんですね。桜花賞もお釣りはないんですよ、頑張ってるけど。だけど北九州記念は前走は体重8キロ増えて53キロ、コバ相手で一番人気、ちょっとポジションがまずくなったけども、突っ込んできてのその足を余して3着なんです。で今回はさらに上昇見込めるから、その前走にね、その何ていうかな、負け方が良かった、うん、その3着なんだけど負けの内容にこの馬のポテンシャルと未来を感じたんですよ。逆に先週のオールカマーのデアリングタクトは負け方があんまり良くなかったね。負けは負けでも負け方ってやっぱりあると思いません？僕はねクレアさんのね前走の3着はねとてもいい負け方だと思う。本番行くにあたってこういう課題ってのは今のうちに出しといた方がいいよねっていう感じ、うん、なのでね北九州記念だけはちょっと違うと、ただこの馬器用に馬群を縫ってこれる、これ今回の中山開催とっても大事ですよね。はい、3つ目なんだっけ、あ酔っ払ってるか忘れちゃった3つ目なんだっけな、3つ目なんだっけ、あそうかそうか、あーこぼれちゃう、こぼれちゃうじゃなくてこぼれた、常に過去形だな。3つ目思い出した、3つ目はね、この長谷川厩舎、うん、過去2回の G1 はきっちりマイナス体重、阪神ジュベナルフィリーズは454キロ、前走のファンタジーステークスからマイナス6キロです。でファンタジーステークスはっていうと今度は夏の小倉から2キロ増えてるんですよ。そしてねフィリーズレビューも、12キロ増えて、2着、その後の桜花賞はマイナス4キロ、つまりこの長谷川厩舎の仕上げはもう単純明快で、休養明けはしっかり体重増えて出てくる、で狙った G1 はうっすらマイナス体重で出てくる、直行便をしないできっちりトライアルを使って本番来る厩舎だから、やっぱり計算しやすい、信頼できる、僕はトライアルレースやっぱり使ってくる方が圧倒的に好きね。なので今回は北九州記念からちょっと間隔は空きますけれども、前走が8キロ増ですね。もうこれやっぱりもうしっかり定石通りなんですよ。トライアルはちょっと増えて出てくる、本番はちょっと減って出てくる、だから今回は初めての関東遠征ですけれども、うん、それも踏まえてもうっすらマイナス2、マイナス4キロぐらいで出てくればやっぱり勝負になるかなっていうふうにも思います。ちなみにこの馬は右回りばっかりね、左回りはデビュー戦の新潟だけで、あとは全部小倉小倉、阪神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 、函館小倉っていうね、東京一回も走ってないし、中山も今回初めてと、というかそもそも関東遠征初めて、まあ、そこは、うん、まあ正直遠征どうなんですかって
言うと、まあ、どうなんだろうねとしか言いようがないんですけどね。あのまあこんだけキャリアがありますんで、3歳のねこの時期で割とデビューが早かったせいかキャリアがありますよね。あの4の8の9だか次10戦目かな、割とこんだけキャリアあればそんな心配しなくていいんじゃないかなって気もするっていう感じで、厩舎がねとてもシンプルな仕上げをしてくるって、この3つ目、予想しやすいね、トライアルは増えて出てくる、本番はちょっと減って出てくるっていう、これ今回も当てはまるはずです。さてと、で今3ついいとこ3つ挙げたとこでね、さてじゃあどうやって一着になろうかと、スプリンターズステークスどうやって勝つ、名系どうやって倒すって、まあ本題ですございますが、まず結論から申し上げます。ジェラルディーナしろ、もうこれしかないよ。今の中山外がちょっと伸びないんだか知らないけども、ジェラルディーナのオールカマーのあのコースなぞればいいのよ。もう一回言いますけど、器用な子で接戦に強いというか接戦に持ち込めるわけでしょ。しかも過去ね、一回前走を除いてほとんど内枠引いてるこの強運、これを活かせば前走あの前回のね先週のオールカマーでジェラルディーナが通ったあのインズキが再現できるんじゃないかとね。少なくとも7枠8枠ぐらいまで入ればインコース取れると思う、この馬のその器用さを持ってすればね。だからやっぱり毎度毎度で申し訳ないんだけど、やっぱり内枠欲しいね。競馬っちゃやっぱ内枠有利よ、なんであれ。今回間違っても大外とかやめてほしい。もう大外とかね引いたらね、もうこの動画上げた意味ないじゃんぐらいのですよ。あのお願いだから長谷川調教師、今回もゴッドハンドでしっかり内枠引いてよ。そしたらあとはもうジェラルディーナが通ったコースをまんまなぞれば結果ついてくる気がするんですよね。なんでかというと、メイケイエールの方が同じミッキーアイル3区なんだけども、器用さっていう意味だとちょっとハテナマークが15個ぐらいつきません？あんだけ気象にやっぱり難しさを抱えてる馬ですから、池添ジョッキーが本当楽じゃないはずですよ。毎回毎回ギリギリのタイトロープ渡るような感じでギリギリで折り合ってると思う、正直言って。だって KO 杯スプリングカップ今年の春の時点でやっぱり専用の競馬で若干持っていかれてるんですよね。セントウルステークス前走は綺麗に折り合ってたけども、まあ1002だしペース上がるし、多分今回は33秒フラットとか下手すら32秒出ますから、入りのサンハロンで名系がかかることは考えづらいですけど、その馬群を縫ってくるようなね、そういう器用な競馬ができるタイプかって言ったら僕はそうじゃないんじゃないかなと思う。なんで池添ジョッキー、もし彼女が外枠引いたらセーフティーに外回してくるんじゃないかなって思うんですよね。そうなった時にやっぱりジェラルディーナコースで、やっぱ経済コースイン好き、2キロ軽いしね、同じミッキーアイル3区ですが、まあ先輩重賞6勝のね名馬に、まあ2キロ差&インコース、これでどうでしょう、逆転までいきますかね。僕はクレアさんね1着まであるってあの本気で考えてる派なんでね、皆さんどうでしょう、名村クレア、こういう走りをすればもっとね結果出るんじゃないかとか、まあ、クレアさんのねポテンシャルとかね、皆さんもしもしあの名村クレアに関して何かこうご意見あったらね、ぜひ聞かせていただければと思います。ミッキーアイルはねこの2頭今出世頭ですけど、何しろ速いっすね。でスピードと瞬発力、浜中騎手があのインタビューで答えてましたけど、お父さんに似てるところがあるとすればスピードと瞬発力、それはミッキー、あのメイケイルも一緒で、ここでどっちでもいい、メイケイでもクレアでもどっちでもいいからスプリンターズステークス勝ちますと、ミッキーアイルっていうのはディープインパクトの後継種牡馬としてぐっと存在感出てきますよね。でそういう意味でもこのレースはとても注目したいと思います。明日はねサウスカロライナ出張なんだよね。宿泊先のホテルでちょっと取れるか分かんないけど、本当言うと名系とあと
ナラフレグ、ナラフレグ言いてえ。本当は僕言いたいことが今回結構ある、すっごい楽しみなメンバーで、僕 1200m の競馬大好きなんで言いたいことたくさんあるけど、時間と体力と、なかなかちょっと確保が難しいんです。ただ、まあ、とりあえず今回もちょっと長い動画になりましたけども、酔っ払ってるってこともあって、今回はですねテイク3でここまで来ました。一応テイク1テイク2ボツってますけど、テイク3でここまで来まして、ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今回は週末予想もしようかなと思ってね、予想できればね、予想動画と、視聴動画も出したいと思いますので、以前からね見ていただいている方本当にどうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ではでは、最後飲んで500ミリのねビール飲み終わりますが、次の動画でお会いしましょう。さようなら、おやすみなさい。